ありがとうございます。こんにちは、こんばんは、ドラゴン TK です。ではね、今日もドラゴンクエストビルダーズ途中からやっていきましょう。ではね、今日はですね、前回の動画で確かね、三賢者のクエストみたいな感じのものを受けたんで、連れてきてくれみたいな感じでね、その賢者を連れてくるやつを今からやりたいと思います。まあ今のところ聖水もそこまで持ってないんで、適当に聖水は振りまかんときれいんけど、こういってね、だいぶ草とかが生えてそうな場所では、おお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 びっくりしたい。マジでびっくりしたい。おお、なんか唐辛子生えとるやん。唐辛子も取っておくべきやろ。こっちも行くのめんどくさいからね、やっぱ。おお、この年でこの下のこのマグマ岩でももしかしたら使うかなっていう感じなんでね、といて、もっといて損はないかなって。よいしょ、これ唐辛子を持って、唐辛子がめっちゃ欲しい。行くところはあそこですね、なんか、メイダおるやん。え、なんか大きいメイダもおるけど、え、何こいつら、あったい。おいしょ、でもまだこっちにもある。ちょっと待って、もう急ぎやって、ちょっと怖い、めっちゃ魔法取り買ってるよ。どんだけ。おいしょ、何上からの攻撃か、マジか、待って、いけうん、助けに行きましょう。よーし、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ん、なんかある。ちょっと待って、もう痛い、これだ、オッケー。ちょっと待った、魔法の台本を上に行った。ちょっと待って、こっち来る、あ、こっち来た。よし、ダイナモ、このパターンはあかん。よし、あかん、これはあかん。よし、よし、一発。アメルじゃねえ、こいつアメルだじゃねえ。よし、おめよ。多分大砲で飛ばされて下に落ちて死んでるっていう話。
おお、メーダーたちを倒してくれたんだね。あんたなかなかやるじゃん。あんたはドラゴン、あんたどうしてこんなとこにいるんだい。こういう感じで、こんな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 感じで。ルビスの導きで集まった三賢者を迎えに来たって。バカ言ってんじゃないよ。私の顔が賢者って顔かい。まあいいさ、実はね、あんたのために持ってきて大切なものが魔物どもに奪われちまってね。その魔物はきっとこの先にいる。さあ、私と一緒にぶっ倒しに行くよ。太陽の石を無事に取り返したら、あんたの場所まで連れて行っておくれ。ドラゴンなんだか懐かしいね。頑張りしてやろうじゃないか。うん、頑張りしてやろうぜ。アメルダが仲間になった。一応ね、気を引きすぎぞ。まあ言った通りね、回収しておきました。やったね。魔法の大砲も使えるしね、これで。俺にかなわとでも思っておるのか。まあ見るでも食らうから、まあちょっとなんかあんまり好きじゃない方法ですけどね。まあでもこの方が一番問題なく。ああ雨でやられている。あ、こっち来た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 。よし、こっち来い、こっち来い、お前。よーし、勝ったーい。見覚えのあるものが入っていた。大量の書を手に入れた。え、何？よーし、じゃあちょっとここら辺もなんか泥絨毯とかあったら。何？あれは無理なんか。あれは無理なんかやな。魔物の床飾り。よし、じゃああと2人もなんか見覚えのあるやつらなんかな。一緒のことやってしまいますか。じゃあ一旦行きますか。あ、そういや一応ね、なんか上質の毛布手に入れまして、ちょ、でその上質の毛布でね、鋼の何やったっけな。分かってない、鎧ね、これをね手に入れることができましたんで、一応その胸落ちしていこうかなっていう感じでしたね、今は。じゃあ次なる目的地に行きましょうかね。お、唐辛子は欲しいよ。頼む。おいた、いた。大ボールな魔法使いが、魔法使いが痛い。よし、傷薬。あ、痛い。もうどこにある、こいつか。よいしょ。よし、ん、なんかまだおった。うご、おっ、こいつか。もうこちらは無視していこう。こういうのだけやったらできない。こっちも戻ってくるのめんどくさいからね。やっぱこっち来いよ。何や、ここは。お、よし、じゃあ、お、待って、お、痛い。もうまた回ったんかよ。よ
これでここ違うわ。ああちょっと待っていかなあかんわこりゃ。ちょっと分かってなかった、分かってなかったそれは。お前なモンスターの卵苦きのとにいるからね。まああったら取る感じでいいんですけど。おお、なんかめっちゃ食らってんけど、何今の。よし、よし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 。これであと、ここはなんか砂漠っぽいな。砂漠か、なんか埋める気か。おい誰か、なんか埋められとんの誰か。ちょいちょい、じゃあちょいちょい。これじゃ無理か、やっぱこれで無理ってことは、一応ね魔法のこの弾を作ってきてるんで、ちょっとここ置いて、よいしょ、アイスモノとも。うわぁ、あぁ誰か死んだ、誰や、勝ったおぉ、あそこだ、あそこを見ろ。んすげえ爆発だったな。んこんなところも人間がいやがった。むむむ、ひょっとするとこいつが噂のビルダーとかいうやつなんでは。なんとするとこいつを倒すのはお手柄だ。先生やっちまってください。え、なにこいつ。先生倒せ。おう結構、おう、なにこいつ。おう、ちょい魔法の大砲をちょいと持っておきたい、持ってきたい。あ、おいたい。お、これあかん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 、それでいってよかった。ちょっとやばいね。よし、10やね。オッケー。お、なんかこっち来る、こっち来る、こっち来る。おー、ちょっと待った。上から来るからな、ほんま。びっくりするわ、ほんまにこれ。よし、あと1回や、あと1回できそうな気する。よし、うん、いけたね。よし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 。あれ大砲がない、あれ大砲がない、ん大砲切れた、あれちょっと待って、大砲大砲、 あったあったあった、よかった。あ、そっか、マジで。じゃあ一旦、お、なんかスライムがあるけど、オリハルコンって逃げてた。おお、先生が何、まさか先生がやられるつもりなんて。何こいつめっちゃ笑いねんけど。おお、すまなかったな若者よ、ロボンドやん。おお、おかげで助かノー、ドラゴン、ドラゴンではないか。久しぶりだなトラコ、我が家嬉しいぞ本当に。今度の再会だな。なんだと、落ちてみれば我が家が最近じゃなくてるらしいだぞ。うん、我が家がそこまで強引になったか、素晴らしい、素晴らしいすぎるぞ。うわぁ、はっはぁ、懐かしいお笑い方。実はな、精霊士からお告げを聞き、と竜王討伐の準備を進めるお主を助けるために
はるかなドームに向かっていたのだが、途中で大切なものを守りに奪われてしまったな。なんかデジャブを感じるのは俺のせい。なんか最初なんか埋まってたのもなんかこのロロンド最初やってんな。さあ、あのスライムから我が輩のイニシエのメダルを取り戻してくれ。ほう、このスライムか。ひっ、すいません、すいませんでした。ライブシーボールドはやめてください。僕ら青山がくせくてまずいですよ。これを返します。だから任せてもらえないな。すいません、ちょっとすぐに。やべ、興奮しすぎ。うん、よくぞママの手から2周のメダルは取り返してくれたな。聖霊ルビスからのお告げによれば、そのメダルは竜を倒すために必要な虹の仕事という道具を作る鍵となるものなのだそうだ。2周のメダルはお主のものだ。時が来るまで大切に取っておくのだぞ。さあ、ひとまずお主の町まで行こう。あと一つ伝えねばならぬことがあるのだ。我が輩もしばらくの間お主のダダトームに住ませてもらおうとするぞ。うん、なんだその苦虫は下の腕すりつぶしたいのか。わあ、助けないぞ。お主は我が家と住みたくないと申すか。ん、何冗談だと。うわっ、こいつめこいつめ、ドラゴメンドラゴメン。さあドラゴン、一度ダダトームと向かうぞ。よし、仲間になった。この調子でもう一人行きますか。行けるかな。うん、まあ行けたらいいな。うん、じゃあ一旦行ってみますか。もう一人はどこや。向こう側か。よし、じゃあちょっとその場所に向かって行きましょう。果たして行けるかな。無理やったら一旦切りますね。無理やったらね。よし、じゃあそこまで一応行きましょうか。うん、それでね、あと、あ、違う、この魔法の玉なんですけど、バグないし、ちょっとね、このね、今ないわ。あ、今ある、こいつや、こいつ。ボロ切れ、あ、ボロ切れちゃうわ、ボロ切れ違うわ。どこに行った、どこに行った。夜伏石像でね、夜に寝てる。はい、入れてる、あのバグないわ。バグないわ、バグないですよ、バグないわね。そいつをね、夜に寝てるときに火を伏せ蔵で倒すと、ものすごく楽に倒せるんで、もしよかったらね、そちらの方を試してください。いいかと思います。この先か。お、なんか、お、もしかして、もしかしてシスターか。シスター来るか。よし、あれで、おかにもよかったね。なんか誰かおるんじゃない。よし、いけるぞ、いけるぞ。ほらよ、ほらよ、ほら、ほんまに橋かけていますと、アプライ危ない。おう、おう、あ、やっぱ L やん。おう、おう、私としてからなんという、なんということでしょう。それでルビスのお次を受け、読みたいから、あー、あの方が私と大切なものを守り、バレてしまわない。ここにある魔物の巣を破壊すればなんとかなるもの。おう、そこの旅の方、これを差し上げます。どうか魔物の巣を破壊してください。おう、約束、独席と、うん、満月丸、天使の着付け役、やばい、めっちゃもらった、なんか。じゃあ、まあ、一旦、おう、こいつか。豪華な土やな、これは。こっちやね。
ちょっと待って。よし、下に落ちていったね。あ、いた。あ、いた。ちょっと待ってよ。よし、あ、いたい。満月丸。よし、あとここや。うん、追ってくれて助かるわ。マジで。ここやね。痛い、あ、混乱した。あ、混乱した。ちょっと待って。あ、痛い、なんか余計混乱した。あ、ちょっと怖い、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 怖い。あ、落ちる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 。落ちて死ぬとこやってこれ。あ、おお、鋼の剣だ。やったか。どうだ。何？ここやね、あとは。いい探し。一緒一緒にといい。おわらやっとこれや。どうだ。なんか魔物の挑むみたいらしいものが出てきたけど、ちょっと待って。ちょっと待って、特化したものまして、飲まんにつまら飲まして。僕に犯された。ちょっと待ってよ。洋服素敵だよね。どうだこれ。ちょっとお前な、こっち側向け、こっち来い、こっち来い、お前こっち来い。これで大丈夫や。何？あ、ちょっと待って。ほんまに。あ、あ、こっちになった。よいしょ。どうだ？これでどうだ？よし。よし。
ょう。雨雲の杖を手に入れた。雨雲の杖。よいしょ、お話聞いてみましょうかね。雨雲の巣を破壊してくださってるんですね。助かりました、本当にありがとう。ドラガ様、あなたはドラガ様。なんということでしょう、エルがいた。すばせれる力、お告げを受け、竜王を倒す準備を進めるドラガ様のために、とある魔物のもの、とある大切なものを届けようと長友に向かっていたのですが、魔物たちに襲われ、奪われてしまって。え、何ですって雨雲の杖ならもう取り返したと。おう、さすがドラグ様。それこそ私がドラグ様にお持ちしたもの。何でもそれは虹の雫という道具を作る鍵となるものなどなのだそうです。もちろん雨雲の杖は差し上げます。時が来るまで大好きにお待ちください。ドラグ様、私も一度長友の町にお連れいたします。ひどくな私ですが、ほんの少しでも竜王とドラグ様の役に立ちたいのです。よーし、行きましたね、何度か。なら、キメラの翼を使って帰りましょう。それでは、今回はね、これぐらいにして終わりにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方、あとよろしくお願いしますね。Twitter アカウントのドラゴンチーム系でも活動中ですので、もしよろしければフォローしてください。それではご視聴ありがとうございました。